樺沢先生の本も何冊も読ませていただいて、もともとその3段階のオキシトシンと、3つの幸福のね、セロトニンとオキシトシンのところまではすごい満タンになってるんだなっていうのを客観的にすごい認識できたことで、さらに幸福感が高まって、ちょっと上のドーパミンのところはちょっとあんまりないんだなっていうのは認識できてるんですけど、そこはちょっとまだ自分でどうもできてないんだけど、その2段階まであることでかなり幸福感感じれてるので、すごく幸せだなと思って、いつも YouTube とかも拝見してるんですが、自分では認識できてないことを言葉にしてすごく客観的に認識させてもらえることによって、自分で幸せ感がさらにどんどん高まっているので、毎回楽しく拝見させて。そうですか、それは良かったです、あのお礼を、そうですか、ありがとうございます、あと子供もその感謝日記とポジティブ日記っていうのを私も続けて書いてて、それの効果もあるのかなと、自分でその幸せが続く。お子さんが書いてるの？私がまず書いてて、で子供にも、今小6の子供にいいよって言って勧めたら、毎晩寝る前に産業ポジティブ日記みたいなのを書き出したんですけど、そしたら彼女もすごく、もともと幸せなんだけど、さらに調子がこう上向きになっている気がして、それも合わせてすごく良かったなと思って、ります、ありがとうございます。産業ポジティブ日記はいいですね、やっぱりね、いいですね、アウトプットなので紙に書いたりするとやっぱアウトプット力もついていくし、日記ってすごくいいんですよ、やっぱりやった方がいいんですよね、ぜひね。日記をやることでさっき言った考え方とか認知を、いわゆる認知の歪みを自分で気づくことができるんだけど、普通に椅子に座ってこうやってってやってても絶対気づかないんですね、その自分の考え方の歪みというか癖とかネガティブ思考とかそういうのが。だから日記はすごくいいですね。言語化も大切ですね。だから楽しかったら楽しいって言った方がいいんですよね。日本人であんま言わないじゃないですか、楽しくても。ありがとうと思ったらありがとうって言った方がいいし、幸せと思ったら幸せっていう風に言ったらいいと思うし、なんで私は独り言が多いんですよねすごくね、楽しいなとか、一人でご飯食べたら美味しいなとかね、ついつい言っちゃうんだけど、言った方が強化されるんですね、その幸福感がね。なんですごくいいと思います。樺沢俊の新刊、精神科医が教える幸せの授業、11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので、誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF、 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。